毎度おなじみルテンのチャンネル旅の道草斉谷です。おはようございます。今日は木更津に来ました。へえ。で、休日のですね、乗り放題パス、首都圏の乗り放題パスが実はあるんですけれども、それ使ってですね、千葉、木更津から久留里線というローカル線が出ていますので、まあ、それに乗ってですね、千葉の奥地にですね、行こうかという企画でございます。へえ。千葉といえば、まあ、結構人口も入って首都圏、近いんですけれども、意外とローカル線走ってるんですね。久留里線の他に小湊鉄道、そしていすみ鉄道とか千葉を半島をですね、縦断する鉄道が走っておりましてですね、まあ、そういったローカル線、風情漂うローカル線に乗ってですね、その道すがらをですね、ご紹介したいなというふうに考えておりますので、今日もよろしくお願いいたします。さて、久留里行きのワンマンディーゼルカーですね、たった1両入線してます。乗っていきたいと思いますけども、銚子電鉄のですね、濡れせんべい売ってるんですよね、木更津で。へえ。なんともこんなのですね、つい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 買っちゃうというですね、私の意志の弱さはですね、なんとも悲しいところでございますけども、これ美味しいんですよ。なので道中のおやつにもしようかなと思います。いただきます。では1両ですが、早速乗車。恐るべし、たった1両編成。うっそ。千葉奥地まで進む鉄道、ローカル感半端ない。沿線の観光案内も充実してます。やったね。目指すは上総亀山の前に久留里で寄り道です。どういうこと？上総亀山へは1日9本しか走っていないんです。なんやって？この時点でかなりの秘境感満載なのは当然として、 JR さんもよく走らせてるなぁと半ば同情を隠せません。観光案内をして少しでも久留里線のことを知ってもらいたいという思いが強いのでしょう。木更津駅では久留里線アピールのため、至る所に新聞上の張り紙がされていて、有用性を訴えていました。信号は青色を現示、いつでも発車 OK、 ベルが鳴ってノッチを入れます。なんでやねん。力強いエンジン音とともに緩やかに発車。加速が弱いのはディーゼルカーの特徴ですが、国鉄型キハ40と違い、至ってスムーズな加速です。そりゃそうでしょう、開発されたのが21世紀になってからですので当たり前。ちょっとふざけないでよ、もうええわ。列車は駅構内を出て右に急カーブを切って住宅地をまっすぐに進みます。木更津周辺は平野が広がっています。へえ。路線の大半が平地を走りますので、定規でまっすぐ引いたかのような直線区間がまあまああるのがこの路線の特徴。はい。ですがスピードは一向に上がりません。なんやって？どういうこと？路線規格がもともと高速運転用に設計されていないことと、建設当初は千葉に駐屯していた陸軍鉄道連隊が軽便鉄道という現在の路線よりも一回り小さな規格で建設したため、最高速度は現在でも時速65キロです。そんな。とはいえ、乗車した日は最高速度を出したことは一度もなく、最高時速50キロ程度でのんびりと運行していましたね。この路線、
なぜに日本軍が敷設をしたのでしょうか。どういうこと？答えは簡単、訓練の一環です。戦前の陸上運送は鉄道が主体。はい。占領地の補給路を速やかに確保するため、鉄道を敷設して大量の物資輸送を行う目的で鉄道連隊という組織が編成されていました。へえ。自動車化が著しく遅れていたというよりもできなかった日本軍にとって鉄道は重要な陸上運送の要。そのため鉄道建設は実戦訓練として重宝されていました。本拠地の千葉も近いことから建設に優位に働いたのでしょう。このような例は新京成電鉄も同じような経緯で建設された路線です。おー、そして列車は最初の停車駅、祇園に到着。祇園屋からお茶屋さんで舞妓はんと遊びまっかと遺産で降りたとしても無駄です。そんなショック。華やかな祇園工事があるわけでもなく、広がっているのは田んぼのみ。なぜに祇園がついたのかは、八坂神社をこの地に招いた縁で祇園駅となったようです。ちなみに駅名表の英語表記は GION ですが、本家京都道路看板の表記は大昔 GYON となっていて。うっそー、ちょっとふざけないでよ。ギョンと呼んだ方が外国人には通じるのねとボケれたんですけども、なんでやねん、ええ加減にせんかい。最近では GION に改変されています。残念でした。駅では一人乗客を乗せて出発。淡々と住宅地、農地を走る路線。ここによく線路敷いたなと思わざるを得ませんが、当時だだっ広い土地に高速移動できる鉄道が敷かれたことは、それこそイノベーティブな出来事だったんでしょう。すごいすごい。さて、この久留里線、当初軽便鉄道として建設されましたが、線路幅を今の JR と同じ幅に改めるということで、鉄道省という JR のおじいちゃん的な組織に編入されます。もともと日本国内の鉄道線は様々な施設が勝手気ままに線路を敷設して競争していました。国内の輸送インフラを整備して共通化し、移動を便利にするために鉄道省が開設され、私鉄線を買収して路線網を開拓統合していきます。へえ。で、鉄道省って何なん？まあ今の国土交通省みたいなもんでしょう。おー、交通、特に鉄道開設運営を担った省庁です。明治大正生まれの方、 JR 線のことを省線と言っていました。そして戦後に公社化されて日本国有鉄道、いわゆる国鉄となり、1987年に分割民営化されて JR となって現在に至ります。へえ。列車は上総清川駅を出発。周囲の雑草感を楽しめるディープなマニア向けの駅ですね。ま、私は降りる気は1ナノメートルもありませんけど。あかん。左端の自家用車と同じ速度で走る列車って、
話が脱線しすぎてしまったので一旦戻します。あ、千葉の内陸交通は不便です。鉄道は房総半島の縁を通り大回りしないと内房から外房へはいけません。ちょっと待って、どういうこと？房総半島を横断する路線建設の案が浮上して、内房からは久留里線が、大原からは木原線が建設され始め、将来的にこの2つを接続するべく上総亀山まで線路を伸ばしますが、1944年になりましたら戦局は悪化、不要不急路線工事は中止となり、工事再開は終戦まで待たなければなりませんでした。まもなく東清川お出口は左側です。終戦後工事再開かと思いきや、それ以降こっから千葉外房の大原までつながることはありませんでした。ショック。後にご覧入れますが、上総亀山から線路延伸となりますと山間部にトンネルを掘削していかなければなりません。そのような費用のかかることをするよりもコストの少ない方法が採用されたわけです。乗り客がいて乗り客はいない東清川を発車。畑と田んぼの茶色感が圧倒される景色です。さて、なぜ久留里線が計画と異なり千葉横断鉄道にならなかったのか。あれ、それ以前に小湊鉄道が五井から上総中野まで開通させていて、そちらに接続させた方が手っ取り早い上に工事費用も抑えられるからです。へえ。その甲斐あって旧国鉄木原線は小湊鉄道と線路がつながるわけです。もちろん外房と内房短絡線が開通したはいいものの、需給の釣り合いが合わず不採算路線として廃止対象に遭い、第三セクター路線のいすみ鉄道として残ることとなりました。おー、この久留里線ももちろん中国の旗もびっくりの真っ赤っか路線。ゲゲー。 JR としては整理してバス転換した方がよろしいのですが。ちょっと待って、どういうこと？通学需要などのニッチなニーズに応えなければならないため、半ば仕方なく存続させているのが現状ではないでしょうか。そんな。そういった理由もあってか、東京大都市近郊区間圏内にありながらスイカ、パスモは使えず、今後も設備投資されることはないかと予測します。そんな。 IC カードタイプの休日パスにはこの久留里線乗車範囲除外とされていまして、悲しいことにここを乗り放題切符で行こうとすれば紙の切符を購入しなければなりません。ゲゲー。この令和の時代になんで昭和な対応やねんと文句の一つも言いたくなりますが、悲惨なまでの乗降客数の少なさを見ればしゃあないです。そんな。当然駅員さんもほとんどの駅にはおらず、列車運行は全てワンマン運転、できる限りのコストカットの限界まで挑んでいます。まあ、これはこれで清々しいですがね。なんでやねん。Thank you.
ちょっと待って、どういうこと？なんで第四種踏切な？すっげえ、東京から1時間強で来れるところにまだ存在してるんや。驚きです。おー、まもなく横田お出口は左側です。お降りの際は各ドアのドア開きボタンを押してお降りください。乗車券、運賃は駅係員にお渡しください。スイカなどでご乗車になりましたお客様は駅係員にお店の上へご清算ください。日本には4種類の踏切が存在します。まず第1種は警報器と自動遮断機があり、一般的に見るもの。はいはい。第2種は保安係員がいる踏切ですが、これは自動化により日本からは消滅しました。おー。第3種は遮断機なしで警報器のみがついているものです。そして第4種は何にもついてません。どういうこと？己の目でもって安全性を確認して渡ってねという危険極まりない代物で、ローカル線にはまだまだ存在しますが、なんやって？まさか千葉にあるとはね、驚きです。この久留里線が結構なローカル線であることをこの踏切の存在から悟らせてくれます。おお。さて列車は横田駅に到着。ここが途中の列車交換駅として存在しています。単線区間はこのように列車交換設備を設けておかないと正面衝突事故を起こしますので、必ずこの設備が存在します。そしてこの列車交換の際に安全性を担保するために駅で交換することが多いのです。前方から対向列車が来ていますね。列車は横田駅を出発、平原に一直線に引かれたホームストレート、この日最速の50キロマーク。痛いなあ。もうお見せください。
列車は真蓋駅に到着。ここでは右手、かつてこの駅が列車交換設備を持っていた名残の対面式ホームの遺構があります。かつてはもう少し列車が数多く走っていましたが、需要がなく線路は剥がされてしまい、かつての名残が寂しく残っています。
小備津駅、こちらも列車交換なりの鉄道設備があったことを思わせる空き地が、今では資材置き場に。
Thank you.
列車は恐る恐ると表現した方がいいようなスピードで久留里駅に入線。帰りの列車が向かいのホームに待機中。そしてこれから上総亀山まで目指しますが、なんとここで4時間の強制待機。うっそー、ちょっとふざけないでよ。ここ久留里はお城、美味しい天然水、お酒が名物なので観光してきまーす。もう知らない。久留里駅に来たはいいんですが、わお、なんもないっすね。なのでどうしようかなって。レンタサイクルもないし、まあ、とりあえず歩いていきますか。なんかどっか、おっ、ちょっと観光案内所あるんで、ちょっと観光案内所で聞いてみましょう。さて、観光とランチを楽しんだ後、目的の列車上総亀山行きが到着。あれ、なんで2両編成なの？どうやらここからは坂道が続く路線。1両のディーゼルカーだとパワー不足みたいなので、2両にしてパワーを補っているみたいです。おお。対向列車の出発を見送り、ここからがお楽しみの区間、秘境感あふれる千葉の奥地へと進んでまいります。よろしくお願いします。準備はいいですか？心の準備をしないと。
ついください。お客様のご協力をお願いいたします。あまり画面上では分かりづらいのですが、坂道を登っています。エンジン回転数がこれまでとは違い、うなりを上げているのが分かるかと思います。Thank you.
の予備の他のドアは中から開きません。乗車券、運賃は運賃表をお確かめの上、運賃箱にお入れください。定期券は乗務員にお見せください。スイカなどでご乗車になりましたお客様は到着後乗務員にお申し出ください。だだっ広い平地を走ってきた久留里線、ここに来て初のトンネル、ようやく山間部に入ったことを実感します。
から十数分でしたが、目的の上総亀山に到着。お疲れ様でした。いや、山の奥地に分け入る秘境感たっぷりの景色を都心から2時間程度で来れてしまう、千葉県さまざまな景色を私に見させてくれる、実に奥が深く多様性あふれる場所です。すごいすごい。くるり線の前編、最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。